Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan. Today's story is a very important story for the Japanese people. One is Yonaguni-jima is a sort of a man-developed island, and Amaterasu may be almighty, one of the seven gods of Zoroastrianism in Japanese. 今日は皆さんにとても重要な話をします。一つは与那国島がですね、人口増生島であったという新たな証拠が出てきたということ。そしてもう一つはですね、アマテラスが、ゾラスター教の七前神の一人のアールマティであった可能性が非常に高くなったという話をいたします。モンカッケさんという方からこのようなメールをいただきました。で、まあ、沖縄県ではですね、今でも弥勒信仰が盛んであると。で、まあ、弥勒踊りというのは、いわゆる弥勒菩薩を、まあ、たたえて、まあ、踊る踊りであると。というようなことを教えていただきました。で、その証拠の一つとして、まあ、帽子ですよね。フリギア帽ですね。ミトラ教といえばフリギア。フリギアというのは、もともとは中部トルコの古名でしたね。古い名前でした。で、そこからミトラ教が生まれて、まあ、フリギア帽というのが、まあ、かぶってると言いますかね、ミトラもフリギア帽をかぶっています。で、まあ、この沖縄のお祭りを見ますとですね、確かにフリギア帽をかぶっているんです。これが今フリギア、これアーティストですけども、像ですけどね、フリギア帽ですね。で、これはもうフリギア帽、色はこの赤いのついてますが、まあ、これは珍しいと思います。でも、色のついたのを探してみました。で、沖縄では、こうした、まあ、帽子のようなものをかぶってお祭りをするということです。まあ、沖縄の、踊りを見ていただきましたけれども、モンカッケさんはですね、さらに重要なことを教えてくださいました。アールマティのマティは多分祭りの 語源ともありますが、その元は宮古島でウンマンマティだ、太陽神のことを指しますと。ウンは母と同義らしく、太陽神でもこのような、まあ、記号を使って表すようですと。馬は天という字を当てますと、まさにアマテラスとなるというわけですね。なち、ウンマンティーダというのはアマテラスということになると。いわゆるスプンター・アールマティとの関係のヒントにもなるのではないかということなんですね。このアールマティというのは、言うまでもなくゾラスター教の七前神の一人です。で、スタンプはアールマティのことを調べてみますと、ゾラスター教における、まあ、7人の前身がいるんですけどね、その中の一人であると。で、神聖なる、神というですね、女神であり、また第一の守護神ともされると。で、まあ、アナヒータっていうのがもう一人出てくるんですけども、そのために退いて女性の徳目を管轄するようになると。アールマティは自母神とされると。そういうことなんですね。で、これがゾラスタヌ教の七前神のリストですけども、スタンプアールマティは4番目に赤い字で書いておきましたけども、います。そうしますと、まあ、もう一回整理しますと、ウンマティだというのは神、太陽神、太陽の神という意味になると。そして、ウンはマダーを意味すると。ステカに母っていう字ですね。で、ウンマっていうのはヘブン、天国を言うわけですね。そして、それゆえにですね、
テイダっていうのは太陽を表すと。で、ウンマテイダっていうのはアマテラスのことを言うんだと。ウンマテイダ、アマテラスってことになるわけですね。ウンマテイダ、アラス、アマテラス。で、アマテラスっていうのは、スペンタ・アルマイティから来てるんだと。まあ、そういうふうに教えてくださいました。非常に筋が通ってますね。で、スペンタ・アルマティは、すなわちゾラスターの神である。ということは、ゾラスター、まあ、それからミトラ教が生まれ、まあ、ミトラ教とともに日本の方にやってきたというふうに考えられるわけです。もちろん、で、またさらに面白いことにですね、面白いというか、そのルートなんですけども、どういうルートで来たかというと、まあ、これはもう沖縄県の方では常識なんですけども、ベトナムの方から、いわゆるインドシナ半島の方からやってきたっていうんですね。このことはですね、与那国島の謎を解く一つの重要な鍵になるわけです。というのは以前から、なぜ与那国島かということで、プレハビアから120度ラインで上がってきたところに与那国島があると。しかもこの与那国島は人工島であるということを私は証明いたしました。で、それをその裏付け資料となるわけです。で、ここにありますね、もう一度繰り返しますと、ミルク神、ミルクの伝播をですね、与那国島まで広まった後、今度は与那国島から沖縄本島の南部沿岸に伝播したと。ということはですね、ミルク教はですね、いわゆる中国の方から来たのではなくて、東南アジアの方から上がってきたというわけですね。そしてこうして与那国を通って沖縄へやってきたというわけです。このルートに皆さん注目してください。これは以前私が与那国島へのルートを発見した時の裏付けになる、まあ、重要な証拠となります。それではどうか次のビデオをご覧ください。Thank you very much. The Genealogy of Gods, Chapter 4.Artemis equals Anahita theory with evidence by Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Kamigami no Keizu, King Anu desu. Konna zou mo saikin mitsukatteいます。兄の延期またの名をエアと言います。弟のエンリルです。地球の支配権はエンリルに渡されます。日本では延期はイザナギ、エンリルはイザナミと呼ばれていました。延期の姉でもあり妻でもあるのがニンフルサグです。人間の親子関係をそのまま当てはめて考えてはいけません。ニンフルサグのまたの名はアナヒータ、日本ではアマテラスと呼ばれていました。ギリシャではアルテミスという名前で呼ばれていました。このニンフルサグ、つまりアナヒータがペルシャの女神だったということになります。そのアナヒータが主神となってマギ教が生まれます。マギ教、つまりマニ教はゾロアスターによって広められたので、一般にはゾロアスター教と言われています。ゾロアスターのまたの名をザラスストラ、そしてまたの名をストダーナと言います。そしてアナヒータは12月25日ゾロアスター教の冬至祭の日にミトラを処女解体で設けます。ミトライコールマルドゥックということになります。ペルシャを支配した神の中の神マルドゥク、すなわちラーということになります。言うまでもなくマルドゥクイコールミトライコール
ミトラ教を起こします。ミトラはギリシャではアポロと呼ばれていました。ラーイコールアフーラ、そしてアラーフということになります。皆一人の神ラー、つまりマルドックということになります。その一方、地球の支配者エンリルの孫娘にあたるのがイナンナ・イシュターということになります。その後日本では別名卑弥呼と呼ばれるようになります。ここで注意していただきたいことは、ペルセポリスの碑文にストーダーナ・ガウタマ、あるいはストーダーナ・ガウマタという名前があることです。ストーダーナ・ゴータマはマギと呼ばれていました。つまりストーダーナ・ガウタマイコールゾロアスターということになります。そのストーダーナ・ゴータマはダリウス一世の策略に引っかかり、ペルシャを追われ、現在のネパールのルンビニ近くに逃げていきます。そのストーダーナ・ゴータマと人間マヤンの間に生まれたのがセッタ・アルタ・ゴータマ、別名シッタルタ・ゴータマということになります。私たちがブッダと呼んでいるその方ということになります。その後ミトラ教はローマンカトリックの迫害により滅亡し、そしてその一部が現在のチベットに残ります。ミレー、つまり密教となります。話は少し戻りますが、ゾラスター教ミトラ教の全盛に対抗してイシュターは兄のシャマーシュと組んでキリスト教を立ち上げます。それが現在のローマンカトリックへとつながっています。一方、左側の延期の流れを組むイルミナティはその後のフリーメイソンへとつながっていきます。こうして地球を舞台にして左のサーペント族、つまり竜族と右のラム族、つまりレプタリアン族との対立構造が生まれました。そしてそれぞれの流れは、左は現在のフリーメイソン、そして右はローマンカトリックへとつながっていきました。Wikipedia English writes about Artemis as follows. Artemis was one of the most widely venerated of the ancient Greek deities. Her Roman equivalent is Diana. Some scholars believe that the name, and indeed the goddess herself, was originallyGreek. Homer refers to her as Artemis Agrotera Potsiniatelon, which means Artemis of the wild land, mistress of animals. Then here in this video, I, Hiroshi Hayashi, show you a fact that shows Artemis was Anahita of the goddess ofZoroastrianism. アルテミスは古代ギリシャの神々の中でも最も広く敬愛された神と言われています。アルテミスのローマ名はディアナです。アルテミスは真に女神ということになりますが、
その名前は前ギリシャ時代に由来すると言われています。あのホーマーはアルテミスを野蛮な土地の女神、動物の女主人と呼んでいました。で、そのアルテミスはゾラスター教の女神、アナヒータだったという事実を私、林博士はこの動画の中で皆さんにお見せします。広志林、浜松市、ジャパン。もう一度最初から説明します。アルテミスにゆかりのある土地を選んでみました。現在トルコのエフェススです。このエフェススにはアルテミステンプル、つまりアルテミス寺院があります。これがアルテミス寺院です。そして次にギリシャのプラウロンへ案内します。ここがギリシャのプラウロンです。ここにはアルテミスのサンクチュアリー、つまり聖域があります。そして次にヨルダンのジェラシュです。このジェラス種の寺院はローマ時代に建てられたものだと言われています。現在のヨルダンのジェラ州です。で、これら3箇所をですね、地図上で表記してみます。ここにエフェススがあります。そして、現在のギリシャの、ここにプラウロンがあります。そして右下、ここがジェラシュです。やはりアルテミスの寺院があります。そしてこの辺りでどうやらギリシャ彫刻が使われてローマへ運ばれ、ここでローマンコピーが作られます。皆さんご存知のアルテミスです。ローマ名ディアナです。そしてトルコの南東部サタガというところでアナヒータ像が発見されます。場所が特定できませんでしたので赤丸で囲んでおきました。トルコの南東部です。これがアナヒータ像です。これは偶然見つかったというように記録されています。ローマンコピーのアルテミスと、そしてトルコ南東部で見つかったアナヒータ像を比較してみます。これがローマンコピーのアルテミスです。そしてトルコ南東部で偶然見つかったアナヒータ像です。切手にもなっています。現在、大英博物館に所蔵されています。1872年に発見されました。左がアナヒータ像です。そして、右がアルテミス像です。この二つの像は全く同じなんですね。ただし、ギリシャ彫刻の常として髪の毛だけは似ているものを使っていますけども、違います。が、あとは全く同じです。どう同じであるかは、皆さん自身の目で比較してみてください。特にこの右左右のですね、お下げですね。で、違いがないという点で同じと判断しますけども、これら二つの像は、こうして、比べていただくとわかりますように、全く同じなんですね。つまり、ギリシャ彫刻は、それまでの神々の歴史、世界を立体歴史書で表したものであるという、私、林博士の説を裏付けることになりました。と同時に、
どうして同じかという問題も生まれてくるわけですね。右はローマンコピーです。ローマでできたわけです。左はトルコの南東部で発見された像です。そして、この両者を比べていただくとわかりますように、アナヒータイコールアルテミスということがわかるわけです。つまりこのような形で、ギリシャ彫刻はですね、アルテミスイコールアナヒータのことなんだよということを私たちに教えているということになります。つまり、立体歴史書であるということになります。同時に繰り返しになりますけども、これら二つの像の向こうにですね、なぜ同じなのかという問題も生まれてくるわけです。言うまでもなく繰り返しになりますが、こうした像は現在でいうコンピューター技術を使って、そして作られたということになります。でないと、どうしてここまで同じかという説明がつかなくなります。鼻がやや湾曲している点も同じです。皆さん自身で判断してください。と同時に、アナヒータとアルテミスが同じということになりますと、ミトラとアポロも同じということになります。下、左はミトラの像です。中央はアポロの像です。フリジア棒でつながっています。そして、右二つの像、アポロとアポロは、まあもちろん顔が同じですけども、左のミトラの顔とアポロの像の顔は全く同じです。つまりこのような形で、アナヒータとミトラがつながり、アルテミスとアポロがつながるということになります。時空を超えて、つまり時と空間を超えて同じ像が現れるということはよくあります。右が奈良、ジャパンです。法隆寺です。その法隆寺の隣に中宮寺があり、中宮寺には弥勒菩薩ハンカシー像が安置されています。そして左、ラホール。ガンダーラ仏のメッカです。弥勒菩薩像です。これら二つの像は5650キロという直線距離を間に置いて鼻の長さと太さを除いて全く同じです。比較してみます。中宮寺にある弥勒菩薩ハンカシー像です。そして左がガンダーラ仏です。ストイッコです。右はクスノキの木製です。プロポーションが同じであるのみならず、髪の毛の生え際のライン、そして上まぶたの微妙なラインも全く同じです。皆さん自身の目で確認してください。そして首の下の横じわといいますか、ラインも同じです。このラインに注意してください。そしてこの黄色い顎の下のラインに注意してください。こんなところまで一致しています。つまり、これら二つの像はですね、私はコンピューター技術を使って作られたものと判断しています。ただ、中宮寺の弥勒菩薩ハンカシー像は長い年月の間で、まあ、テカテカに磨かれているといった感じになっています。左はストイッコです。漆喰を一度焼いて固めて、その上に彫刻したものです。さらに、こんな例もあります。ギリシャの北部、セルビアのヴィンチェ遺跡、英語式にヴィンカ遺跡で、このような土偶が見つかっています。セルビアのヴィンカで見つかった土偶です。この土偶と、まあ、ほぼ同じ、あるいは全く同じと言っても良い土偶が、この日本でも見つかっています。年代もほぼ同じです。右が皆さんご存知の仮面の女神です。長野県茅野市の
小東で発掘されました。これら両者は足の太さを除いて全く同じです。カクンカクン型で脇の下には丸い空間が空いています。表現の仕方も同じです。皆さん自身の目で確認してください。この肩のところのはですね、左の方は穴が開いているようですけども、右は円で表現されています。特におへその形が大変よく似ています。盛り上がって、そして中心に穴が開いています。他にもいろいろな例があります。これはメソポタミアで見つかった土偶ですけども、ニンフルサガと言われています。まあ、特に手がですね、むにゃっと曲がって、すっとこう、まあ、伸びている点に注意してください。手のひらがありません。左は、長野県の、井戸尻高校館にあります、土器ということになっています。さらに、イナンナについてもですね、これは、シュメールではですね、イナンナ像と言われています。イナンナ像です。で、この像と大変よく似た像が法隆寺に所蔵されています。侍像と言われています。目が側面についている点に注意してください。下はシュメールの女神です。上が法隆寺に所蔵されている侍像と言われる像です。この二つの像は、私は同じと判断しました。まあ、まさに時空を超えて同じ像が、シュメールと、そして、この日本にあるということです。で、右の像は、では、シュメールから持ってきたものではないかということですけども、右の像は、正座しています。世界でも正座をする民族というのは大変珍しいです。そして仮面のヴィーナスです。ごめんなさい。縄文ヴィーナスです。同じコンセプトで作られたのが右のバビロニアのイシュタールです。イシュタール像です。同じと見ます。ただし足の太さだけは違います。左の縄文ヴィーナスは歩行補助装置をつけています。大腿部の奇妙なラインに注意してください。つまり、右の、まあ、バビロニアの女神にですね、歩行補助装置をつけたのが左の縄文ヴィーナスということになります。共に仮面をかぶっています。同じように作られているということですね。目の上の、いわゆるカモメ、目に注意してください。ハート型になっています。目も吊り上がっています。まあ、このようにして、時空を超えて同じような像が見つかるということはよくあります。さらに、これはパナマで見つかった像です。赤ちゃんをらしき人物を抱いています。で、この像と、そして右の、セルビアのヴィンカで見つかった像を比べていただきますと、わかりますように、まあ、そのコンセプトと言ったらいいのか、いわゆる基本的な形は同じだということです。まあ、このようにして、時空を超えて同じような像が見つかるということは、よくあります。皆さん自身での目で判断してください。私は同じと判断しました。そしてこの像が仮面の女神の像とつながっていきます。三角頭で
そして皆、カクンカクンガタと呼んでいますが、私は呼んでいますけども、脇の下に丸い空間ができています。そうして言えば、日本の土偶はですね、カクンカクン型で、脇の下に丸い空間が空いています。人間はこのような空間はできません。そして、その基本形はですね、左のシュメールの像へとつながっていきます。左のシュメールの女神は、仮面をつけていない像ということになります。右二つの像は仮面をつけている像ということになります。ですから、横から見ても大変よく似ているということになります。つまり、一番左のシュメールの女神に仮面をつけたのが右の像ということになります。このようにつながっていくということですね。こうした事実を、どのように考えるかということですけどもね。後の判断は皆さんにお任せします。私は、これらは皆一つの、と言いますか、共通のコンセプトに基づいて作られた像であると判断しています。このような形で時空を超えてつながっているということですね。さらにこんな例もあります。日本の埴輪です。オーバーオールヘルメットをすっぽりとかぶっています。首の下にラインがある点に注意してください。先ほど紹介しましたパナマで見つかった像です。左の埴輪は人間ではありません。その証拠にというわけではありませんけども、この埴輪の抱いている赤ちゃんらしき像を見てください。この像の足を見ていただきたいと思いますけども、この像は人間ではありません。つまり、この埴輪の人物は仮面をかぶっていますけども、人間ではないということになります。このような形で、日本の埴輪と今度はパナマで見つかった秘境バリレスで見つかった像と一致していきます。そしてインダスバリーで見つかったテラコッタです。首の下のコンセプトも同じですね。そして同じように赤ちゃんと思われる子供を抱いています。カクンカクン型で脇の下に空間があります。で、結論ということになります。ローマンコピーのアルテミスです。元のギリシャ彫刻は消失しているそうです。ともかくもこれがローマンコピーのアルテミスです。そして、その像と同じ顔を持った像がトルコの東南部で発見されました。これがアナヒータです。サタグというところで見つかったそうですけども、詳しい場所はわかりませんでした。ともかくもこれがアナヒータですね。そして、同じ顔を持った像がローマンコピーのアルテミスということになります。繰り返しになりますが、髪の毛だけは似ているものを使っていますけども違っていますが、それを除けば全く同じだということです。左は青銅製のように思われます。右は言うまでもなく大理石製です。皆さん自身で確認してくださいと同時に、この二つの像だけを見ていると、偶然の一致ということもないとは言えません。しかし、今まで私が世界のあちこちで発見してきたありえない偶然を並べてみますと、これら二つの像も
やはりコンピューター技術を使って作られたものと判断して、どうして間違っているということになるのでしょうか。この鼻先言ってますか、鼻筋の微妙なラインにも注意してください。やや左の像はですね、正動性であるためか、全体に顔が左右に広がっているように見えますが、それを除けば全く同じということになります。つまりこのような形でギリシャ彫刻はですね、それまでの神々の歴史を立体歴史書として表したということになります。念のため左のアルテミスを 5% 横縮めしてみました。で、傾きを少し変えてみました。比較してみてください。つまりこの左のアナヒータ像と右のアルテミス像はですね、全く同じということになります。これが結論ということになります。となりますと、アナヒータとアルテミスが同じということになりますと、アナヒータの息子であるミトラと、そしてアルテミスの、まあ、双子の兄弟と言われているアポロは同じ神であるということになります。まあ、このようにして神々の系図の、まあ、核といいますか、中心部がこれで形成されるということになります。この二人の神を元にして古代の神々を考えていくことができるという意味で、アルテミスイコールアナヒータ、アナヒータイコールアルテミス説はですね、重要なキーポイントとなると思われます。